こんにちは、有吉直子です。ブレスのことを先輩から指摘されて気をつけるようにしていたら、どんどん吹きにくくなってしまって、ブレスも吸いにくくなってしまいました。ブレスってどういうふうに気をつけていったらいいんでしょうかというようなご質問をよくいただきます。今回は呼吸と横隔膜について構造と使い方を見ていきましょう。演奏のためのブレス。これは人間の呼吸のシステムを使うわけですが、人間の呼吸システムというのは、そもそも楽器演奏のために発達してきたというわけではありません。酸素を取り込んで、全身に供給するという生命維持のためのシステムです。 それを私たち管楽器奏者は楽器演奏に使っています。そもそもの機能である生命維持のための動きを邪魔してしまっては、呼吸はうまく機能せず、体のあちこちが固まったり苦しくなったりしてしまいます。そうなると、呼吸のついでに行っている楽器演奏もうまくいくというのは難しいでしょう。まずは、生きている限り勝手に反射として起きる呼吸の動きを邪魔しないこと、そして、よりたくさんそのシステムを働かせたければ、体の仕組みに沿ってそれを拡大していくということが大事です。具体的に長いフレーズの前のブレスでは、人体にそもそも そもそも備わっているたくさん吐いたた後にはたくさん空気が入って、くるといいう仕組みを活用します吐いて吸って、吐いて、吸ってという自然のリズムを邪魔して全然吐かずにとにかく吸ーっていうことばっかりやってもうまくいくのは難しいです。そもそもの仕組みを活用するというのを大事にしていきましょう。次に、頑張って息を吸い込もうとしてるけどなかなか素早くブレスができないという場合に知っておきたいのは、ブレスは肺の中と外にある気圧の差というのを利用して火起こしている物理現象だということです。肋骨や 広角膜が空気が入ってくるように肺を広くするっていう動きをしたときに肺の中の気圧と外の気圧に差が生じます気圧が低くなった肺の内部に向かって自動的に外から空気が流れ込むという物理の法則に従った現象がブレスです つまり人間にできるのは空気が肺に入るための気圧さを作り出すことだけです。どんなに急いで努力したとしても物理の法則以上に早くはブレスはできません。気圧さを作り出すためには吐く動きをやめると生命維持のために息を吸う動きが勝手に起こります。それが呼吸です。お腹で何かしようとしたり肩が上がらないようにしたり音を立てることで軌道を邪魔したりなど逆効果になることをしなければ基本的に空気は勝手に入ってくるものと考えていいでしょう。そういう仕組みを知りながらブレスをし してみるとどういう風に吸い心地が変わってくるでしょうか短い隙間で瞬間的に吸うのもその肺の中の気圧と肺の外の気圧の気圧差を作り出すという作業であることに変わりはありませんだからこそ吐く吹くっていう動作をやめるこれがブレスには大きく影響するんですね次に考えてみたいのは腹式呼吸と胸式呼吸です腹式呼吸胸式呼吸っていう言葉自体はよく聞きますけれどその境目っていうのはどこなんでしょうか実は人体にはウエストはないと言われていますウエストっていう概念 のの歴史が作り出したものだそうです上半身と下半身を分ける明確な境界というのは実は解剖学的にはないそうです。呼吸の時には胸郭も腹腔内の内臓も含めて体の全部が動きます。どこかに動いてはいけないと思っている場所があるとその動いてはいけないところ以外も含めて全体の動きが悪くなってしまいます。実感してみたい方は試しにやってみましょう。胸式呼吸はダメだから胸も肩も動かしてはいけないと思って深呼吸します。 ちょっと吸いにくいですよね。では、反対に全身のどこでも全部が自由に動いていいと思って深呼吸するとどうでしょうか空気の入ってき方や快適さはどんな風に違うでしょう何かを制限して呼吸するというのは不自由ですよね。学研奏の時には何式呼吸かを考えるというのはあまり意味がありません。それよりも体全部が自由に動ける状態にしておいた方が楽にたくさん吸えてコントロールもしやすくなるということを覚えておきたいですね。次に考えてみたいのは強式呼吸もした方がいいといととうことです。横隔膜 はは内臓をを押し下げるるるるここととととにによよよっててお腹周りが膨ららんだだううう見せるような働きをすすいいいのは結構知れ思まその他にも横隔膜は肋骨を上に持ち上げて肋骨の内部の容積つまり肺ですね。それを広げるっていう役割もしているんです。横隔膜っていうのはドーム状になってるんですが、下がる時に肋骨を持ち上げるっていう働きがあります。下がりながら肋骨が引き上がっていく。そういう働きをするんですね。下がる時に上がるっていう反対の言葉が並んでるとちょっと混乱してしまいそうではあり ありますが横隔膜は下に下がるときに平べったくなって肋骨の縁を押し広げますそれが肋間筋とかその他の筋肉と協力して結果的に肋骨を上に持ち上げるっていう動きに繋がりますつまり胸が持ち上がる動きっていうのは私たちが呼吸をするときには自然に起きているべきものです強式呼吸はため胸は絶対動かさないって思ってしまうとブレスの邪魔になってしまいます体全体が動いて呼吸動作が起きるのを許すというのはとても大切なことです次に考えてみたいのは胸を開くという呼吸 についてです猫背にならないとか胸を張るっていうイメージがあるかもしれません。合唱の現場なんかでよく使われる言葉でもありますね。この胸を開くという指示は全体的に縮こまって肺が狭く動きにくくなってしまっているっていう癖のある方にはとっても有効なアイディアです。ただし体格も姿勢も個人差があるので誰にとっても有効な指示ということはできません。形として胸を張るように見せるために置きがちなよくある勘違いがあるので知っておきましょう。それは腕や肩で肩甲骨を後ろに引っ張るっていうことです。 長時間のパソコン操作でやりやり肩が凝ったっていうような時についやりたくなるような動きかもしれません。これ自体は別にやってはいけない動きとかっていうことはないんですけれども腕構造を後ろに引っ張るという動きでは肋骨や肺を動きやすくすることはできないんです。むしろ反対に腕構造を後ろに引っ張るのは背中側にある大きくて収縮するとブレスを邪魔する筋肉です。後背筋っていう名前がついています。肋骨や肺の関係する胸のあたりを自由に動けるようにしてブレスを効率的にしようとするならばこの動き 逆効果ににになななりりままますすそれれををを知らなければ胸を開くとととか肺を圧迫ししいいいようにというブレスのやり方ののや方方目的とは反対の方向に行ってしまいます姿勢で形だけ作ろうとしたり、よくわからないまま知っている演奏家を見た通りに真似しようとするよりも、きちんと人体の構造を知って適切なアプローチを選択するっていうのは大事ですね。最後に知っておきたいのは、足と呼吸が関係しているということです。ハープ奏者とかピアニスト以外は、あまり足について演奏するときに考えていないかもしれませんが、足の筋肉で っていうのは実は響きや横隔膜とも結構深く関係があるんです横隔膜っていうのは肋骨の中にあるものなんですけれども足の筋肉も肋骨の中にまで届いていますそして横隔膜と噛み合っているんです足が肋骨まで繋がってるっていうとなんだか変な感じがするかもしれないんですけども大腰筋っていう足の筋肉が肋骨の中にまで届いていますこれは骨盤の内側を通っていて上体を倒してお辞儀をするときに働きますまた起き上がりの腹筋運動こういう腹筋運動ですねこの時によく 働くのもこの筋肉です腹直筋お腹のシックスパックになる正面にある筋肉が起き上がりをちょっとだけ補助した後一気に起き上がるために働くのは実はこの大腰筋という足の筋肉ですこの大腰筋が無駄に力んで固まっていると横隔膜と周辺の脊椎の動きが悪くなってしまうので呼吸に悪影響を及ぼします人体はすべてがつながっているので近くにある筋肉が力んでいれば影響を受けるものですまたこの大腰筋は 腹筋運動とお辞儀の他に股関節を固めて動かなくさせるという働きもします。それは股関節から足にかけては体重が大きくかかるのでグラグラしたり関節が外れたりしないためには必要な機能なんですけれど股関節が固まると膝も固まります。筋肉が固まるっていうことは物理的な振動である音の響きを止めるということです。足はたくさん共鳴するはずの大きな骨がある部分なのでちょっともったいないですね。支えが必要とかしっかり立ちなさいっていう言葉指導現場でよく言われますが崩れ落ちない程度に筋 肉が働いていいてててれば実ははは十分なななののででで必要以上ににににに力もも支えには役に立たなくっっ演奏には邪魔になってしまうそういうそす呼吸について人体の専門家でなければ意外に知らないことは多いのではないでしょうか。よかれと思ってやってることが逆効果になって演奏不自由にしているっていうケースは結構たくさんあります。また、思うように演奏したいっていう願いから体のバランスを支えられるようになりたいとか、柔軟性を持って体をコントロールしたいと思っていたはずなのにその意図がいつの間にか力んで体を支えている感を得たいっていうような本質な 筋から外れたなンンにすり替わってしまうこういうのはとってもよくあることです本当にやりたいのは何なのかそれを可能にする現実的でまた物理的に行えることはどんな動作なのかそういうことをいつも忘れないでいたいですねこういう演奏に関わる心と体のことや楽譜の読み方音の聞き方についてなどいろいろ書いているメール講座を無料でお届けしています是非読んでみてください本日は以上ですありがとうございました無料メール講座隙間時間で確実に上達する管楽器プレイヤーのための練習テクニック 無料で読むには概要欄のリンクからご登録ください。